はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、ここ一番屋キッチンカーを紹介します。はい、しっかり見ていきます。このトミカはここ一番屋キッチンカーです。車種の方はトヨタタウンエースだね。ボディカラーの方はオレンジ色になってます。でフロントの方を見ていくとこんな感じだね。ヘッドライトの部分はクリアパーツになってます。でバンパーの部分はシャーシと一体型になってるね。で上の方を見ていくとこの部分にここ一番屋のロゴがプリントされてます。で上の方を見ていってこんな感じだね。で助手席側を見ていくとこんな感じだね。ここに大きくここ一番屋のカレーライスの写真があるね。この部分はシールになってます。で後ろの方を見ていくとこんな感じだね。この部分にもカレーのシールが貼られてあるね。でテールランプとかは特に塗装はされてないです。これはひょっとして換気扇の部分なのかな。で運転席側を見ていくとこんな感じだね。ここにも大きくカレーライスのシールが貼られてあるね。でもこのカレーの写真を見るとこれは野菜カレーなのかな。タカラトミーさんがお子さんに向けて野菜いっぱい食べてねっていうメッセージなのかな。で上の方を見ていくとこんな感じだね。この上の部分は樹脂パーツになってます。でここにここ一番屋のプリントだね。内装の部分はこんな感じだね。ちょっとブラックで見づらいけどサイドブレーキのところもちゃんと作られてるみたいです。でタイヤの方はサスペンションがついてます。でアクションの方はここの移動販売の窓が開くんだね。こんな感じでカウンターもちゃんとついてます。で閉めるとこんな感じかな。で後ろの方を見ていくとトヨタタウンエースナンバー97番の2009年の車種になってます。でこのモデルは実車でもこれに近いモデルが存在してるんだね。ちょっとカラーリングが違うみたいだけど移動販売車として存在してるみたいです。でここにシールで貼られてあるカレーの写真は野菜カレーでロースカツが載ってるのかな。メニューで見るとだいたい1000円ぐらいになってました。働く車系だから1台は持っておきたいね。はい、こんな感じで同じ車種を2つ並べてみました。車種はどちらもトヨタタウンエースだね。だけどこの後ろの荷台の部分の違いでこんなにイメージが変わってくるね。ラーメンとカレーだね。お子さんにはすごい人気のメニューだね。箱の方は正面のパッケージにキッチンカーのイラストだね。で側面の方はこんな感じだね。でこの部分にここ一番屋のプリントがされてます。で裏の方を見ていくとこんな感じになってます。はい、今日はここ一番屋キッチンカーを紹介しました。でここ一番屋のキッチンカーっていうのは実車でもこれに近いモデルが存在してるんだね。実車の方では移動販売車っていう名前でこの辺りが少し黒くなったボディカラーになってたね。でアクションの方はサスペンションと移動販売のこの窓の部分の開閉もあったね。で後ろの方にはカレーライスのシールが貼られてあったね。さすがにここの部分をプリントにするのは難しいだろうからシールでしょうがないかな。働く車系をこんな感じで2台並べてみると移動販売車らしいね。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。